東日本大震災で当時の町長ら職員40人が旧役場庁舎で犠牲になった岩手県大槌町では11日朝から追悼式が開かれ、職員らが防災への誓いを新たにしました。今日この場に立ち、あの真っ黒な大きな津波の犠牲となられた加藤町長をはじめ職員の皆さん、お一人お一人の顔を思い浮かべると、悔しさと寂しさと、そしてあの日生き残ってしまった後ろめたさを感じています。二度と仲間を失わないよう思いはしたくないのです。同時にもう誰にもあのような思いはさせたくないのです。旧役場庁舎の建物をめぐっては保存か解体かの議論も続いています。献花台が設けられた町の施設では、亡くなった人を偲んで多くの人たちが花を捧げました。たくさんの方が、まあ、私の周りでも亡くなった方がいたので、お祈りしたというよりかは、また会えたらいいなという気持ちもどこかにあるというような形なので、復興っていう、まあ、いろんな意味があると思うので、なので、自分たちの心の中ではこうまだこう一歩前進してまた後退してっていうのをこう繰り返しているような気持ちもあるのが正直なところですかね。あのスタートが結局役場の人、一番肝心の人たちがいないところからのスタートだから、やっぱりその部分はあの 他から比べてハンデやってスタートしてるから、他とよりはちょっと遅いところはあるとは思うんですけども。